東京箱根間往復大学駅伝競争は1920年より毎年1月2日と翌3日の2日間にわたり行われる関東地方の大学駅伝の競技会である関東学生陸上競技連盟が主催し読売新聞社が共催する一般には箱根駅伝と呼ばれその実施については関東学連が定める 東京箱根間往復大学駅伝競争に関する内規に定められている。現在開催されている駅伝の中で4番目に長い距離を持ち、1987年から放送を開始したテレビ中継によって、日本国内の学生スポーツ競技会の中でも極めて高い人気を誇る。箱根駅伝は読売新聞東京本社の登録商標である。 出場校は20校で、これとは別に出場校以外の競技者による関東学生連合チームが参加する。2019年の第95回の記念大会では関東インカレ成績枠が設けられたが、同会のみで廃止された。コースは国道1号線東京都千代田区大手町読売新聞東京本社ビル前から鶴見、戸塚、平塚、 小田原の各中継所を経て、神奈川県足柄下郡箱根町、足の湖までの往復で、往路 107.5km、袋1 0 9 6トル、計2 1 7 1トル。1月2日に、東京から箱根への往路を、1月3日に、箱根から東京への袋を走る。主に通過する路線名称は、日比谷通り、国道15号、国道1号、 国道134号などである。第一回大会はアメリカ大陸の軽装での横断を実施するための予選会という位置づけで1920年2月14日に行われた。これは1912年のストックホルムオリンピックに出場した日本人五輪選手第1号の金栗四43が五輪で日本を強くするには長距離 マラソン選手を育成することと発案したことがきっかけである。第二次世界大戦中の1941年から一時中断されたが、1943年に一度だけ戦時下で開催された。その後、再び中止となり、戦後の1947年に復活。第32回から現在の1月2.3日の開催となった。 箱根駅伝は関東地方では従前から人気があったが1987年に日本テレビが全国放送で全区間の生中継を開始して以降正月の風物詩として関東地方以外でも知名度、注目度が格段に向上した。また箱根駅伝出場者からオリンピックや世界陸上などに出場を果たした選手も少なくない。箱根駅伝は 関東学連が主催する地方大会であり、十0位以内に入ると、同じ年の全国大会で、駅伝シーズンの開幕を告げる出雲全日本大学、選抜駅伝競争に、関東代表として出場できる。一般に、出雲駅伝、全日本大学駅伝、そして本大会を合わせて、大学三大駅伝と呼ばれており、同じ年度の全大会に優勝すると、三冠と称され、 大東文化大学、順天堂大学、早稲田大学、青山学院大学の4校が達成している。ただし、箱根駅伝は全国大会ではないため、関東学連加盟校以外の大学は三冠を達成することはない。また、大東文化大学は、袋優勝を、順天堂大学と早稲田大学は、往路優勝を逃しており、 箱根駅伝を完全優勝しての三冠を達成した大学は2016年度の青山学院大学が史上初である。関東学連加盟校のうち前年大会でシード権を獲得した大学10校と予選会を通過した大学10校の計20校とこの他に関東学生連合チームを加えた21チームが出場する。また、 第95回記念大会では、関東インカレ5年間の総合得点の累計が、最も多い大学に出場権を与える。関東インカレ成績枠が設けられるとともに、予選会からの出場校が11校となり、計23チームが出場した。現行競技者は次の参加資格を満たしている必要がある。競技者の所属校が、関東学連加盟校で競技者は、 当該年度の登録を完了していること。所属する加盟校が関東学連から処分を受けていないこと。本人が関東学連の資格審査委員会によって処分を受けていないこと。出場申し込み回数が4回を超えないことなお、第68回までは28歳以下という年齢制限があったが、第69回から撤廃されている。遠隔申し込みは、 関東連盟が提示する日時と場所で所定の様式によって行われ、資格審査委員会の審査によって参加資格ありと認められた大学、競技者の未正式出場が認められる。チームエントリーは16名以内で、区間エントリーのチーム編成は、生選手10名と補欠選手6名以内である。ただし、留学生については、エントリー二名以内、出走一名以内に、 制限されている。現行の16人エントリーになったのは第79回からで背景にはここ数年で体調不良によるブレーキや怪我による途中危険などが相次いだことで主役である選手の健康を最優先した主催者側の配慮といえる。第82回までは区間エントリーの際にメンバーを16人から14人に減らす必要があったが第83回より 区間エントリーでも16人のまま登録することができるようになった。したがって、補欠選手はそれまでの4人から6人に増えた。区間エントリーは1区から10区までにエントリーされた生選手とその他の補欠選手とに対別される。そして、生選手には主催者側が用意したナンバーカードが配布される。ナンバーは1区から順に1、2となり、 補欠選手は11番から16番までとなる。ナンバーカードの記載はタイとなり、例えば前年3位の大学のロックにエントリーされた選手は3から6となる。変更は、正選手と補欠選手との入れ替えのみで4名までとされ、区間変更は認められていない。つまり、補欠選手は当日のエントリー変更で、正選手と入れ替えとして、 どの区間にも入ることができるが、すでに区間ごとに配置されている、正選手はその区間しか走ることができない。通常の駅伝では、補欠選手との交代には医師による診断書の提出が義務付けられているが、この大会は長時間の移動への配慮から、その必要がないため、戦略的に補欠との選手交代が行われるケースが数多くあり、 補欠選手はいわばジョーカー的な意味合いを持つ。逆に、区間エントリーで、補欠選手と交代した選手は、走ることができないため、当て馬的な要素もある。肉に、チームで最も力のある選手を置くのが通常であるが、選手層の厚い大学では、つなぎの区間にエースを配置し、他大学の日をつくこともある。傾向としては、往路での変更は、比較的少なく、 袋で何人かを変えてくることが多い。また、各校のエースが集う肉の変更が最も少ないようである。逆に言えば、補欠選手になるのはエースとまではいかないものの、それに準じる選手や力がありながら調子が上がらない、選手、全くの無名選手、などが考えられる。近年ではいずれかの区間を走るべき確実な力の、ある選手、またエースすらも、 あえて補欠登録して他校のエントリー状況や往路の結果を見ながらいずれかの区間に投入する作戦を取る大学も見られるようになった。優勝を狙うチームはライバル視するチームの配置を読んだ上で自チームのそれを考える必要がある。逆に予選会を勝ち上がってきたチームや苦戦が予想されるチームの中は往路重視の布陣を敷いてくることが多い。 選手層が薄く、後半区間での巻き返しが難しいため、エースクラスを序盤に配置することで落ち込みを避けるのが狙いである。また、どのチームも特殊区間であるごく、ロックについては広報を複数用意していることが多い。これは他の区間とは違い、コースの特殊性ゆえに突発的なアクシデントなどによる急な抜擢が難しいためである。 全域間が 20km 超という長丁場であることを考慮し、体調不良など万が一の状況に備えて、選手の交代が認められている点が、他の主要駅伝とは大きく違う点である。また、なかなか調子が上がらない選手の様子をギリギリまで見るという点でも、補欠温存ができるのは非常に大きい。戦述したように、箱根駅伝には、関東学連加盟校のうち、 前年大会でシード権を獲得した大学10校と予選会を通過した大学10校の計20校とこの他に関東学生連合チームを加えた21チームが出場する。シード校前回大会で総合順位10位以内予選会通過校予選会での成績上位10校関東学生。 連合チームシード校本競技会で10位までに入った大学はシード校として次回の本競技会出場権を取得する。つまり前回の本競技会で総合10位以内に入賞していれば本競技会出場権を取得し予選会出場義務は免除される。ただしシード権を確保した大学に重大不祥事が発覚した場合 シード権が剥奪される場合がある。実際に日本体育大学は2009年4月にタイまで陸上競技部員が退学処分となったため10年大会のシード権が取り消された。箱根駅伝ではシード校が10校と全日本大学駅伝の8校とほぼ同数である。前回大会でシード権を逃した大学と次の大会の予選会で 本選出条件を獲得した大学がすべて一致することもあるが、過去に予選枠が6校だった第56回第57回、第61回第62回と、予選枠が9校だった第82回第83回と、予選枠が10校になった第94回第95回の計4回しか起きていない。シード校の参加は希望性であるが、不参加チームは未だ発生していない。 なお、第95回記念大会において、関東インカレ成績枠の該当校が、シード権を獲得しており、出場権を確保している場合には、繰り上げは行われないこととされていた。第83回から第90回までは、関東学連選抜チームが10位以内に入った場合は、シード校は9校となり、次回の予選会では10校を選抜するとされていたが、 2014年2月の関東学連代表委員総会において関東学連選抜チームから関東学生連合チームに名称変更されるとともにオープン参加となっている。予選会現行箱根駅伝の予選会は本競技会の2ヶ月以上前に行われ別に開催要項が定められている。予選会は陸上自衛隊立川駐屯地内の滑走路を周回し 立川市の市街地を通過して昭和記念公園内をゴールとするハーフマラソンのコースを各校10名以上12名以下の奏者が走って行われる。前年の1月1日から予選会申し込み期日前日までの公認記録で1万立方メートル4分00秒00以内の記録を有する選手のみに出場資格があるためこの出場資格を有するものを 補欠も含めて10人以上揃えなければならない。以前はこのような出場資格はなかったが参加校の増加で予選会の段階である程度出場校を絞り込む必要が出てきたことからこのような資格が設けられた。予選会では各校上位10名の合計タイムにより10校を選出する。予選会での順位を決定する際の記録の扱いは下記の通りとなっている。 競技成績での10名の合計タイムが少ない大学を上位とする。1で同タイムの場合には上位10名の合計順位が少ない大学を上位とする。2によって順位が決定しない場合には各校最上位競技者の順位が上位の大学を上位とする。遠隔箱根駅伝では第23回から予選会が実施されている。当初は 関東学生10マイルでの成績を先行材料にしていたが予選会のコース、距離を呼び、先行方法は次第に変遷を重ね、現在は陸上自衛隊立川中屯地立川市街地、国営昭和記念公園のハーフマラソンのコースで予選会を行っている。予選会のコースは第95回からそれまでの2 0トルから ハーフマラソンに変更されている。また、当初は参加校全校が予選会に参加し、上位15校が本戦出場する規定となっていたが、第32回まではいずれも参加校が15校以下であり、予選参加の全校が本戦出場していた。第33回からは規定が変更となり、前回大会の総合成績上位10校にシード権を与え、 予選会からの本選出場は予選上位5校のみとなり、これ以降は予選会で敗退校が出るようになった。第48回からは予選会からの出場枠が6校となり、第79回以降は予選上位9校が本選出場できることとなっていた。第79回大会から第89回大会まではインカレポイント制が導入されていた。 これは予選会では本競技会の出場校の数からシード校を除いた残りの出場校数をまずタイムにより6校を選び残り3校はその年の関東インカルの成績に基づくポイント制との併用により選ぶというものである具体的には各校上位10人の合計タイムによりまず上位6校が予選通過となり残り3校については 関東学生陸上競技対抗選手権大会の成績に基づくポイントによる減算タイムを併用して順位を決定していた。インカレポイントは大学の陸上部全体の成績が反映されるため、駅伝だけではなく陸上競技部全体としての取り組みが成績に影響する仕組みとなっている。本戦が テレビメディアに大きく扱われるようになって、以後、予選会を突破しての本選出場には、僅差のタイムにより、明暗が分かれることが多い傾向にある。特に第83回大会予選会においては、出場を逃した10位の拓殖大学と9位の国士舘大学とのタイム差は、インカレポイントを含めて、わずか1秒だった。 関東学生連合チーム現行前年大会でシード権を獲得した大学10校と予選会を通過した大学10校の計20校のほかに関東学生連合チームが出場する。2014年2月の関東学連代表委員総会において関東学連選抜チームから関東学生連合チームに名称が変更された。遠隔第79回から 関東学連選抜チームの参加が認められることとなり、第82回までオープン参加として個人記録のみが認められていた。5年ごとの記念大会は日本学連選抜チームが関東学連選抜チームに代わって参加することが認められている。最近では、 第80回で特別に日本学連選抜チームがオープン参加で出場した。第79回から参加が認められるようになった関東学連選抜チームのメンバーは予選会で落選したチームに所属する選手のうち個人成績で上位に位置する選手から各校最大2名までの枠内で選抜される。 第80回では日本学連選抜としての参加だったこともあり、6位相当の成績を収めたが、通常の関東学連選抜の場合には会に低迷することが多かった。もっとも日本学連選抜チームとしての出場の機会しかない、関東以外の各地区の学生が最初から選抜チームのメンバー入りを目指し練習してきたのに対し、 関東学連選抜チームの場合、所属大学の一員として、箱根駅伝に出たいという気持ちがあるのは普通のことであり、予選会で落選したショックからわずか2ヶ月後の、本番に選抜チームとして招集されたとしても、モチベーションが上げにくいことも事実である。また、大学ごとの真剣勝負の場に、趣きの異なるチームが混じることへの違和感も根強い。このような意見も、 ある一方、選抜チームの経験をチームに持って帰り次回へのモチベーションとすることは大いに意義のあることであり、参加選手からは、この経験を母校に持ち帰り来年に活かすとの声も聞かれ、後年予選会を勝ち抜き本戦出場を果たした大学もある。第83回からは、チームとして正式にタイム及び順位が記録されることになり、 関東学連選抜チームが10位以内に入った場合は、シード校は9校となり、次回の予選会では10校を選抜することとなり、この場合は次年度の出雲全日本大学選抜駅伝競争への推薦校も9校となるとされた。これにより、全体のレベル喫校が予選会参加校のレベル向上へと結びつき、第84回では、 関東学連選抜が総合4位という好成績を収め、続く第85回も総合9位となり、2大会連続してシード圏内入りを果たした。予選会出場枠が1枠増えることにより自身も所属大学の翌年の箱根出場の可能性がわずかながらも広がることから、関東学連選抜の存在価値が増し、そのレース順位が大きな意味を持つようになった。 なお、第80回に出場した日本学連選抜については、東京箱根間往復大学駅伝競争に関する、内記第12条において、5年ごとの記念大会での参加が認められてはいるが、第85回については、記念大会であるが、日本学連選抜ではなく、関東学連選抜が選抜チームとして出場している。関東学連選抜チームについては、 第86回終了時から、廃止、継続、または新制度の導入などの議論を重ねた結果、2012年6月6日に行われた関東学連代表委員総会において、第89回は、現行通り実施、第90回は、不採用。第91回以降は、廃止、継続のいずれの可能性も残し検討を重ねた結果、 2013年6月10日に行われた委員総会で当初案の5年ごとの記念大会の編成ではなく第91回以降も継続して実施することが決定した。2014年2月の関東学連代表委員総会において関東学連選抜チームからオープン参加の関東学生連合チームに変更された。箱根駅伝のコースコースは東京。 読売新聞社前から箱根、箱根町屋市の湖駐車場入り口間の往復2 1 7 1トル。東京大手町読売新聞社前、日比谷、西新橋、三田、品川、六号橋、鶴見、横浜駅、保土ヶ谷、戸塚,藤塚藤、藤沢、平塚、大磯、二宮、小田原、箱根町屋市の湖駐車場入り口の各店が、 コース上の通過点として設定されている。また、日本橋については袋のみ、通過点とされている。以下、各区の主な特徴について述べる。東京、大手町箱根、足の湖極間1 0 7 5トル1区、東京、大手町読売新聞ビル前、鶴見中継所2区鶴見中継所、戸塚中継所3区戸塚中継所湘南新道 国道134号平塚中継所4区、平塚中継所9小田原中継所、新小田原中継所5区、小田原中継所箱根、足の湖箱根、足の湖東京、大手町五区間10、109.6キロメートル6区箱根、足の湖国道1号小田原、中継所7区小田原中継所平塚、中継所8区平塚中継所、 湘南新道国道1号、戸塚中継所9区戸塚中継所国道15号、鶴見中継所10区鶴見中継所、東京、大手町読売新聞ビル前、東京箱根館、往復大学駅伝競争競技実施要項並びに、東京箱根館往復大学駅伝に関する内規、第5章、競技最速第15条第21条に基づいて、行われる。 途中危険競技者が競技中に、怪我や疾病などによって、走行困難となり歩行、立ち止まり、オーガなどの行動に移った場合で、本人が、なお競技続行の意思を持っている場合にも、運営管理者に、同乗の競技運営委員、走路管理委員、監督、または、コーチの三者の合意によって、競技を中止させることができる。競技中止の通告は、 大会の競技運営委員が当該走者に対して赤旗を上げて示すという手順で行われる。競技者が走行困難となり競技中止、途中危険となった場合、その区間の全区間までの記録は公式に認められるが、次区間からはオープン参加として繰り上げ出発し以後走行そのものは許されるが、記録は公式に認められない。大会史上、 計11大会で、延べ15チームが途中棄権している。ダイソー現行ルールでは存在しないが、過去の記録の上では、正規の選手が、走行不能となった時に、補欠選手が改めて走り直す、ダイソーが行われているケースが確認できる。これは、当時のルールが、走行不能になった場合、途中棄権とはならず、ダイソーにて再度街頭区間始めから走り直し、 記録は残るとなっていたことによる。このケースでは、同一区間について複数名の選手名の記載が確認できる資料がある。このような、ダイソーで過去の記録の上では5件確認されている。タスキの受け渡しは、前走者が完全に所定の中継線を通過した上で、中継線の進行方向20メートル以内で、自走者に渡して行うこととなっている。 大路の鶴見、戸塚中継所については、戦闘走者から10分遅れたチーム、大路の平塚、小田原中継所については、戦闘走者から15分遅れたチーム、袋すべての中継所については、戦闘走者から20分遅れたチームは、交通規制の時間を長引かせないため、各中継所審判主任の裁定で、全走者が到着しなくても次の走者を出発させる。 これを、繰り上げ出発という。繰り上げ出発を採用する他の駅伝と同様に、チームが繰り上げ、スタートとなった場合、奏者は、繰り上げタスキと呼ばれるタスキをかける。箱根駅伝の場合、ナイキ第16条第3項により、繰り上げ出発のチームは、2区から4区、7区から9区では、大会本部で用意する黄色と白色のストライプのタスキを使用することになる。 そのため、それまで走っていた選手らにとっては、自らの学校のタスキが全区間つながらなかったという悔しさがにじみ出る瞬間であると言われ、実際に日本テレビの放送では、無念の繰り上げという表現も使われる。同時に出場校は、すべての中継所で繰り上げを回避するべく高い、競技レベルを維持することが要求される。繰り上げ出発が行われた場合、 各チームが走行している順位と実際の順位が異なる場合を生じるため、チームの総合順位は見た目のタイムに繰り上げ分の時間差を加算して算出される。またテレビ中継における順位は、繰り上げ出発による時間差が換算された上で表示される。これらの事情もあり、繰り上げ出発となったチームの場合、走行順で最初にゴールした場合でも繰り上げ分の 時間差を加算すると総合優勝とならないケースがある。袋のスタートは1位から10分以内の大学は自差出発を行い、その他の大学は1位以降のスタートから10分後に同時出発する。つまり、往路のゴールにおいて1位から10分を超えて到達した大学は3日の袋では午前8時10分に同時出発となる。 同時出発が行われた場合も繰り上げ出発と同様に見た目のタイムに繰り上げ分の時間差が加算される。しかし、一斉出発の場合は、往路から繋いできたタスキが途切れるわけではないため、無念のなどの表現が用いられることは少ない。袋の一斉スタートも10分ではなく20分にすべきという主張もあるが、交通規制などの関係から難しいとされる。 繰り上げ出発などにより、ゴールの着順が、成績順位を示さない場合の同体無効の順位決定は、区間上位者数の多少によるものとされ、まず区間1位の数で比較し、同数ならば、区間2位の数と順位を一つずつ下げながら、数を比較していき、多い方が上位となる。この方法でも、同体無効が、複数になった場合は、すべて同順位として扱われ、 十位同体無効が複数になった場合はすべて十位校として翌年へのシード権が与えられる。箱根駅伝が着想されるに至ったきっかけは1919 19年10月、金栗43が埼玉県のコーノスで行われた小学校の運動会に審判として招かれたことであった。キロの車中金栗は二人の陸上選手、東京講師の後輩。 野口玄三郎を及び、明治大学の学生だった沢田栄一と語り合った。沢田栄一がその年の6月に、同窓の出口林次郎と二人で、札幌、東京間の総派を成し遂げていたことを踏まえ、三人は、世界の地獄を集め、日本の長距離選手を育成するような外地での、長距離走はできないものかと考えた。この時の結論が、 アメリカ大陸横断に駅伝であった。その予選会という位置づけで国内での駅伝大会の実施が起とされた。アメリカ大陸横断コースで最も大きな障壁となるであろうロッキー山脈の総破を見据え、この予選会のコースとして選ばれたのが山小屋をコースに含む東京箱根館であった。金グリラは大学や新聞社を回って参加と協力を訴え、 金策に苦労しながらもなんとか1920年2月14日の第一回箱根駅伝の実施へこぎつけた。こうして箱根駅伝の歴史が始まるが、肝心のアメリカ大陸横断駅伝は実現しなかった。明治大学の出口林次郎と早稲田大学の生田、清次郎は箱根駅伝の実施に協力を惜しまなかった放置新聞社を訪ねて、 再び計画への協力を願ったが、実現は難しいという答えしか得られなかった。二人は諦めず、毎日新聞社の資金を得て、調査のため1922年にアメリカに渡った。結局、アメリカ大陸大谷駅伝の話はそのまま頓んざした。その後、出口はコーネル大学からベルリン大育大学に学び、母校明治大学で教鞭を取ることになった。 しかし、幾多は、渡米5年目の1927年メキシコの感染シコで事業をめぐるトラブルに巻き込まれて、応死し,している。資料によっては、アメリカに渡った学生が殺害されたため、アメリカ大谷駅伝の計画はついえたという書き方が、されていることがあるが、実際には計画は、早々に頓挫しており、幾多の死によって、駅伝計画が中止されたわけではない。 黎明期は、現在のように開催期日が固定されていたわけではなかった。また、学生の本文は勉強という理由で、午前中に授業をした後で午後からスタートすることもあった。このために、レース途中で日没となり、中でも極区の選手が暗闇の中を走らなければならなかったが、実際には、地元の青年団の団員が松明を持って伴走した。 ためにことなきを得た。山登りの極は当初はスタートとゴールしか決まっておらず、出場校は箱根山中をできるだけ近道をしようと思っていた。しかし前述のように選手を心配した地元住民たちが松明を持って伴走するなど協力があったので、結局は近道をするチームはなく、全チームが無事に走り終えることとなった。しかし山登りのあまりの苦しさに、 道端の木にしがみつき泣きじゃくる選手もいたという。1925年の第6回大会で日本大学は選手の代わりにタスキをもらった人力車夫が走ったこともあり4人抜きを見せたが翌年の出場を辞退せざるを得なくなった。勤労学生の出場で二重登録による失格処分になったりゴール直前で失神した選手を関係者が ラインまで引きずり込んだにもかかわらず失格にならなか、たりと失格に関する基準も曖昧だった。箱根駅伝関係の書籍に出場校の歴代、全成績がよく掲載されているが、公式順位がついているものの実際には失格扱いになっている大学がいくつかある。このように、かつての成績については資料によって若干の相違点が見受けられる。 第二次世界大戦前は、学生の違いもあり、大学予科から、大学本科まで入れると5回以上の出場が、可能だった。大学専門部から予科を経て本科まで通い、最高で8回出場を果たした選手がいる。第二次世界大戦前から、終戦直後にかけては、学生数の絶対的な不足もあって、1チーム10人のメンバーを組むこと自体が困難だった。そのため、 戦後すぐの頃までは、他の種目の選手が起用されることは決して珍しいことではなかった。同じ陸上競技である、短距離や跳躍、投擲選手が起用されたことはまだ言い方で、ラグビーやスキーの選手が登場した例も多かったという。現在でも、高校から陸上を始めた選手は多く見受けられ、第82回、第83回大会に出場した。 アジア大の岡田明や、第84回、第85回、第86回に出場した、大東文化大の清野氏のように大学から、陸上競技を始めた選手もいる。また、1970年代頃までは、実業団経由で入ってきた選手も多かった。モータリゼーション化で、交通渋滞が増えてきたのが高度経済成長の頃。全国的な知名度は、 まだ低かったが、コース沿線地域での人気は高かったため、コース周辺の交通渋滞に、警察からも開催中止要請が出たこともあった。主催者側と、警察側との折衝で15構成や繰上げスタート、などのルール改正がなされたことにより、中止要請は出なくなり15構成は、第78回まで続いた。九百六十年代から九百七十年代に、 かけては、体育系学部を要する大学が台頭してきたが、この頃は、学生運動の時期と重なり、それが高成績にも影響しているとの説もある。以下のような表彰がある。表彰は、閉会式の会場で行われるが、ー路優勝の表彰については、足の湖の特設会場のー路表彰式で行われる。閉会式は1月3日の大会終了後に、 読売大手町ホールで行われている。現在過去運営車両の変遷第78回までは、陸上自衛隊が担当。陸自撤退後の第76回からは、三菱自動車が運営車両を提供していたが、リコール隠し騒動の影響で第79回をもって撤退。第80回から第86回まではホンダが運営車両を提供した。 第89回まではホンダが車両提供契約を締結していたが第87回から第93回までトヨタが運営車両すべてを提供している大会を支えているのは関東学連に加盟している加盟校である創設以来の学生主体を現在も守り沿道のソールインスタッフとして学生が起用されている箱根駅伝に出場するチームで 選手や付き添い以外の部員、予選会で落選したチームの選手の他にも一年生を多数スタッフとして送り込んでくる大学、トラックフィールドも抱える大状態の大学からも多数のスタッフが派遣されており、過去には末継ぐ慎吾、ため末台なども総路員としてスタッフに加わった。ユニフォームが白地に紫のラインが入った駒沢大学と、 紺色の順天堂大学が激しい優勝争いを繰り広げていた2000年前後に使われていた言葉。第75回から第84回までは、アジア大学が優勝した第82回を除き、駒沢大学、順天堂大学のいずれかが制している。山の神は、全10区の中でも、箱根の山登り区間を含む5区を担当し、 特に優秀な成績を収め勝つ人々の記憶に強い印象を与えた選手を称える称号である。現在は3人の選手が山の神と呼ばれている。なお、スポーツライターの生島厚氏は元祖山の神を1974年から4年連続で5区の区間賞を獲得した大久保初尾であるとし、今以前の山の神に、 上田さね人や木下哲彦を挙げている。走者によっては、タスキを自走者へ渡した後、コースへお辞儀をする選手がいる。これは、箱根駅伝へ出場でき、無事に走れたことへの感謝を示す行為で戦前から行われている習慣である。従来は、個人的な行為であり、チーム全体としては行われてこなかったが、第85回に、 東洋大学が優勝した際、前年に元部員による不祥事があったにもかかわらず関係者の配慮などで出場できたこと、そして沿道で温かい声援を送ってくれたすべての監修へのお礼として自粛した胴上げの代わりに行われた。東洋大学は第86回、第88回に総合優勝した際も胴上げの前にまずコースに向かって監督、コーチ、 選手全員で五礼をした後に胴上げをしている。第87回で優勝した早稲田大学の優勝タイムは従来の総合記録を3分以上更新し、袋が日本橋を経由するルートに変更された第75回以降では初めて11時間を切った。そして早稲田大学とはわずか21秒差で2位の東洋大学。 3位の駒沢大学も、従来であれば十分に優勝できるタイムであった。以降の大会では高速化はさらに進化し、第88回では優勝した、東洋大学の総合タイムは、前年の早稲田大学の記録を8分以上更新する10時間51分台であった。極区の山登りを加味しても、なお、全区間の1トルラップが3分を切るという、驚異的なタイムだった。 4位早稲田大学でも11時間3分台前半でフィニッシュしており、優勝争いするには11時間を切る実力が求められるようになってきている。第91回は優勝した青山学院大学は初めて10時間50分を切る10時間49分台でゴールした。第96回に至っては1区8区9区を除く7区間で区間新記録が生まれたほか。 オーロで全チームが5時間40分を切るタイムでゴール。総合タイムでは青山学院大学と東海大学が10時間50分を切るタイムを記録。袋でも全チームが5時間40分を切るタイムでゴール。さらにシード権が得られる上位10校のタイムが史上初めてすべて11時間を切るタイムを記録している。ちなみに2010年度以降、 総合優勝タイムが11時間を超えたのは強風に見舞われた第89回と4区5区の距離の再改正が行われた第93回大会のみである。往路優勝及び袋優勝のタイムが5時間30分を超えたのもその2大会のみである。2010年代以降の高速化の要因として各大学ともに選手のスカウティングやトレーニングに力を入れた結果、 選手層が厚くなり優勝争いのレベルが非常に高くなったこと、ナイキの厚底シューズに代表される高性能ランニングシューズが普及し、記録が更新しやすくなったからである。優勝を目指す大学にとっては、つなぎ区間という概念はなくなりつつあり、すべての区間が重要区間、エース区間と位置づけられるようになってきており、いかに力のある選手が万全の体制で走れるかが、 鍵となっている一方、ハイペースについて来られない回の大学にとっては、繰り上げ、スタートのリスクが非常に高くなっており、いかにタイム差を抑えて、母校のタスキを繋ぎ切れるかが焦点となっている。事実、高速化が顕著になった第88回と、第90回から第95回までの、計7大会は、袋の鶴見中継所は4チーム以上が繰り上げ、スタートになっていた。 道と塚中継所でも第88回と第90回から第95回までの計7大会は最低1チームは繰り上げスタートになっていた。さらに第92回から第94回までの3大会は袋の平塚中継所で繰り上げスタートが発生していた。ただ、第96回では 上位校がのきなみ区間記録を更新したにもかかわらず、下位の大学も検討し、結果、繰上げスタートは鶴見中継所での3チームにとどまった。再開の筑波大学も11時間16分13秒と、再開の記録としては、歴代最高タイムであり、各校の戦力も徐々に均衡するようになってきている。なお、筑波大学が本大会に出場したのは、 第70回記念大会以来、26年ぶりのことであったが、タイムは同じく再開であり、第70回よりも30分以上早いものであった。続く第97回でも、繰り上げスタートは鶴見中継所での2チームにとどまった。第32回大会が開催された1956年の12月11日、箱根町の国道1号線。 宮の下界隈において駅伝練習を行っていた専修大学の学生小山国夫が交通事故に遭い死亡した。事故当時小山は前期国道1号線を駆け降りていたところだったという。ちなみに小山は前期第32回大会に専修大学の第7区走者としてエントリー1時間13分35秒のタイムで 区間9位という成績を残していた。事故から2年余り経過した1959年3月5日、宮の下観光協会の手により、小山に対する鎮魂の意を込めた、当駅伝35回記念碑が建立された。その記念碑は、宮の下交差点から、元箱根方向に、約300メートル登ったところの右手、箱根神社宮の下別院付近に存在し、里面には、 小山の母親による人魂の句が刻み込まれている。なおコースにおける事前思想については、現在、安全上の理由から東駅伝の主催者、関東学連により禁止されている。しかし実際には、箱根山中を思想する箱根駅伝出場ランナーと、おぼしき、姿が散見されている。2005年3月には、足の湖畔に、 箱根駅伝を題材にした箱根駅伝ミュージアムがオープンした。スポーツを題材にした博物館は多いが、一つの行事として博物館化されることは極めて珍しい。運営は藤屋ホテルが行っている。箱根駅伝袋の翌日から2日間、出場した大学の学生たちなどがゴミ拾いして、同じコースをもう一度歩く。 1998年に神奈川大学のウォーキング活動を復活させる動きがきっかけとなり2006年に大学大抗ゴミ拾いの形式でリニューアルされたもう一つの箱根駅伝と呼ばれた日程は往路の5区間を2日に分けて行い1日目が東京大手町から神奈川平塚までの3区間2日目は 平塚箱根の肉感をゴミ拾いしながら歩く。順位は1袋 10P で半分だと 5P。到着時間は最後のチームを基準とし、1分早いごとに 1P が加算される。チーム人数は原則5人だが、5人集まらない限り3人に1チームで参加が認められる。当初は大学のみだったが、現在は一般の参加も可能となり、 箱根駅伝に出場できない女性や、社会人、海外からのチームも参加している。2011年に、もう一つの東海道駅伝と名称を改め、京都、三条大橋までのゴミ拾い駅伝を実施、東京、神奈川間以外に活動を広げた。箱根駅伝は、日本のスポーツの中でも長い歴史を持つイベントである。そのために、様々なエピソードが生まれた。 箱根駅伝は1987年以後の全国完全性中継による人気沸騰により多くの問題が浮き彫りにされてきた。以下に主要な議論をまとめる。なおこれらを解決すべく関東学連に設けられた駅伝対策委員会の存在に期待が集まる。テレビの全国性中継開始と同じ第63回に初出場を果たした。 山梨学院大学は出場3年目にしてアフリカ人留学生の選手を呼び入れた。主催者側の判断により箱根駅伝を外国人選手が走ることができるようになり、その圧倒的な走りで新風を巻き起こした。特に彼らは往路のエース区間とされる花の肉でごぼう抜きを演じるケースが非常に多かった。 その後、山梨学院大学が彼らの階層によって3回の総合優勝を果たしたことと、初出場からの連続出場を30年以上も続けたことも、アフリカ系留学生の増加に拍車をかける大きな要因となっている。1980年代後半から、レース全体のスピードアップが進んだことにも、留学生の登場が大きく影響している。 すでに全国高校駅伝やニューイヤー駅伝では外国人選手の起用制限事項があり、箱根駅伝においても第82回からは前述の内規第9条を変更し、16名のエントリー時点では2人まで登録可能だが、実際に本番で走ることができるのは1人に限ると決められ、2005年秋に実施された予選会より適用されている。 2006年以降本番で留学生を2名エントリーしたのは山梨学院大学、日本大学、拓殖大学、国士館大学、創価大学、東京国際大学の例があり、いずれの例も実際に本番で走ったのは1名のみで、もう1名は補欠選手となった。なお、三大大学駅伝の残り2つのうち、全日本大学駅伝では2011年より、 箱根駅伝と同様、人数規制が行われることになったが、出雲駅伝においては、規制がない。もっとも、留学生を起用したからといって、必ず好成績に結びつくとは限らない。実際に留学生を用して、総合優勝を果たしたのは前述の、山梨学院大学のみで最後に優勝したのも第71回と、四半世紀近くにわたって新たに留学生を用して、 総合優勝を成し遂げた大学は出ていない。そしてシード権に至っても、例外ではなく、第93回においては、山梨学院大学、創価大学、拓殖大学、日本大学の4校が、留学生を起用したが、創価大学の12位が、最高位で、日本大学に至っては19位と4校すべてが、シード落ちしている。なお、箱根駅伝で、 アフリカ系留学生が走ったのはこれまで、山梨学院大学、アジア大学、平成国際大学、日本大学、拓殖大学、東京国際大学、創価大学、国士館大学の8校である。白人、アジア系留学生選手として選ばれ出場した例は、ほとんどない。大学経営策の一環として、箱根駅伝に PR 効果を期待する大学が増えている。 そのため、陸上競技部と称しながら、実際には長距離部門を中心に運営している大学や、挙句の果てには、駅伝部を称する大学、陸上部監督とは別に、駅伝に特化した、駅伝監督なるポジションが存在する大学も見られる。予選会に出場する大学の中には、予選会に全力を傾けるため、インカレへの出場に、消極的になりがちな大学もある。 予選会の成績に関東インカレのポイントを導入した背景には上記の駅伝変調対策が大きく影響している主催者側も箱根駅伝を世界に通じる陸上競技者の育成としておりその原点に立ち返る意味で導入したこのシステムは導入時から物議を醸しており関東学連も導入後5年を経過した2007年を機に システムの再構築も考える可能性を残した。一方で、廃止論などに対し、沢木啓介は、たまたま同じ大学が悲劇の対象になっているだけという見方を示し、すでに導入から5年経過しており、各大学とも対策を練っていると廃止論を一周。青葉正幸も、出場枠像にも様々な経緯があるだけに、 そのような事情を知らないでかわいそうだと言われても困るとコメントしている。総じて関東学連側は見直し論については当初の予定通り検討。第84回の予選会よりポイント方式が変更されたものの廃止には否定的な見方を示していた。インカレポイントについて第86回終了時から廃止。 継続または新制度の導入などの議論を重ねた結果2012年6月6日に行われた関東学連代表委員総会において第89回は現行通り実施第90回は不採用とすることが決定された第91回以降については廃止継続のいずれの可能性も残し継続して 検討を重ねたところ、2013年6月10日の関東学連代表委員総会で、インカレポイントは5年に1回の記念大会にのみ、採用すると決定された。具体的な運用については今後決定するとしている。現在検討されている方式は、予選会の枠とは別個に予選会が免除される、インカレポイント枠の創設である。この方式では、 直近5年間の関東学生対抗選手権の総合準備とエントリー人数をポイント換算して上位1位の大学が本戦の出場権を獲得することになる。2014年3月31日の関東学連代表委員総会において従来の関東インカレポイントに代わって第95回大会からの5年ごとの 記念大会において5年間の総合成績の累計が最も多い大学に出場権を与える関東インカレ成績枠が創設されることが正式に決定された。しかし、第95回大会後、この関東インカレ成績枠は1回限りで廃止されることが決定。今後インカレポイントがどのように活用されていくのかは不明である。箱根駅伝を出雲駅伝、 全日本大学駅伝と共に、大学三大駅伝と並び称する人や、メディアも少なくないが、出雲駅伝と全日本大学駅伝が全国大会なのに対し、箱根駅伝は日本学連参加の一組織である、関東学連が主催する、地方大会に過ぎないため、大会としての格は明らかに下である。しかし、近年では、関東の、 各大学が年間の最大の目標を箱根駅伝に置く傾向が強く、さらに箱根駅伝は全日本大学駅伝や出雲駅伝に比べて区間数や一区間あたりの距離の平均が非常に大きい上、他の学生駅伝にはない山登り、山下りの区間も存在するため、全国大会で本来最も権威の高いはずの出雲駅伝と全日本大学駅伝を 単なる箱根駅伝の前哨戦または、調整試合という意味合いで戦い、必ずしも、ベストメンバーを送り込まない大学も、少なくない。また、地方大会であるはずの箱根駅伝が、学生駅伝最大のイベントになったことで、他の大学スポーツと同様、男子陸上長距離の人材の東京一極集中が、起こっている。この他、 関東地区の地方大会がゆえに当大会の出場は原則として関東学連の加盟校に限られる一方、テレビ報道の影響により全国的に知名度が高いスポーツイベントになったことで他地域の大学への文庫解放を求める声がしばしば発生する。関東学連では1960年代に予選会への出場を他地域のチームへの文庫解放を 検討したこともあるが、予選会への参加を全国に開放した場合には、全国大会となるため、大会の主観を日本学連へ移す必要が生じる。開催の主導権が変わることを避けたかった、関東学連有力校の OB らが中心になって、反対したため、結局この時の文庫開放は実現しなかった。この動きを受けた、他の学連は、関西学連。 東海学連が中心になり、箱根より高い権威を持つ全国大会を創設する目的で全日本大学駅伝の創設に導いた。こうした事情から関東学連は全日本大学駅伝の創設に最後まで反対。これ以降は箱根駅伝を関東以外の大学に開放しようという意見は消滅することになる。なお、第90回では、 記念大会による増枠分3枠を関東以外のチームに与えるとの報道がされていたが、学連選抜としてなのか、単独チームとしてなのかは明らかにされていなかった。結局、上記の学連選抜チームの記載の通り、関東のチームのみとなった。しかし近年、全日本大学駅伝の出場校が関東の大学と他地域の大学で、実力差が、 如実に反映されるようになった。これは男子学生駅伝の特有の現象であるとされる。上位はほぼすべて関東の大学が占める一方で、地方から出場している大学が半分もいかない地点ですでに繰り上げ、スタートになってしまう事態が発生するに至って、全日本大学駅伝の権威が著しく低下している。文部科学省では現在でも全国大会は、 実力補護の選手権大会と選抜大会の二つしか開催しないよう学生競技団体へ指導を行っており箱根駅伝が国内の全大学に門戸開放されると全国大会として運営されている出雲駅伝及び全日本大学駅伝との関係が問題となるしかし現実には箱根駅伝が 現存する日本の駅伝では最も長い歴史を持つ大会であり、知名度も高いことを勘案すると、長年にわたり主催してきた関東学連が、党大会を手放すことは考えにくい。2010年1月に行われた、監督会議では、関東学連選抜枠を、廃止もしくは、全国にも、門戸を開く案を含めて、見直しの方向に入ると、 マスメディアによって報じられ、第89回までは存続した。それ以降については、学連選抜チームの記載を参照。2017年11月6日、関東学連は、第100回を迎える2024年の記念大会より、全国化を検討していることを明らかにした。現時点での試案として、前年秋の予選会において、一定のタイムの基準を満たせば、 関東地区以外の大学も出場できる案、本選もオープン参加としてではなく、正式な記録として認め、同記念大会以降も、同様の形式とする可能性が挙げられている。従来は、テレビ東京によるゴールのみの放送だったのが口述の、通り1987年から、日本テレビによる、全国ネットでの完全性中継が始まると、 大学側の広告な側面も見せ始め、結果的に勝負史上主義的な駅伝競争となって、いった結果、下記のような弊害を見せ始め、不要論として語られるようになっている。トラックの軽視箱根駅伝のために持久力をつける、ことを考えて長い距離を走らせる練習ばかりを行い、速度をつけさせるトラック競技を軽視することで、選手に速度が身につかず、 世界大会で勝てなくなるという指摘がある。高校時代のトップ選手であった、遠藤ひなたや、外国人留学生のジュリア杉田比、サムエル・ワンジル、ビタン・カロキのように、あえて、関東の大学に進学せず、直接実業団に入る例も見られる。箱根駅伝萌え付き商工群箱根駅伝で、大活躍した選手が、大学卒業後に、 実業団に入ったものの期待されたほどの活躍ができずに故障や不調に悩まされて引退した選手も少なくない。出場できても卒業せずに中退したものまで現れている。対照的に箱根駅伝を走らずに実業団や世界に通用した選手も存在する。箱根駅伝創設の目的は世界に通用する長距離選手の育成であるが実際には 多くの選手が箱根駅伝を最終目標としており、卒業後は実業団に進まず競技の第一線から退くのが現状であり、区間賞、区間新記録を受立した選手も例外ではない。一方で、箱根駅伝という大きな目標があるからこそ、モチベーションを保って陸上競技を続けている選手が多いという一面もあり、 日本の男子陸上長距離界の裾野の拡大に、箱根駅伝は貢献していると主張するものも多い。大学陸上部関係者が事件や不祥事を起こした場合、各大学で相応の処分がなされる他に、箱根駅伝参加大学に対しては、競技団体である関東学連が同連盟の規約に基づき審査を行い、当事者または所属大学に対して、 罰則を与えることがある。テレビ、東京製作第55回から東京12チャンネルが初めてのテレビ放送を開始した。しかし完全中継ではなく、1月3日12時13時54分の録画ダイジェスト放送であった。その後、日本テレビが中継することに伴い、第62回でテレビ東京での放送は終了した。テレビ、 東京製作版の映像は長らく日の目を見る機会が非常に少なかったためお蔵入りしたが2014年に放送されたテレビ東京開局50周年特別企画50年のもやもや映像大放出この手の番組初めてやります SP の中で第59回の映像を蔵出しで放送されたテレビ東京で中継されていた時代の 最高視聴率は13.4%と同番組の中で紹介されている。日本テレビ制作駅伝の先頭を走る中継者、箱根駅伝のテレビ中継者箱根駅伝仕様の撮影者第63回から日本テレビが特別公演に入り、全国ネットの本格的なテレビ中継が開始された。第73回第76回は CS 日テレでも、 同時放送された。第81回からハイビジョン制作となった。沖縄県など系列局がない地域や、クロスネット局のため完全放送できない地域への配慮としての衛星放送の中継は、BS 日テレで当日に、また日テレジータスでも、大会終了数日後に、それぞれ2時間程度にまとめたダイジェスト版を放送している。なお、 鹿児島読売テレビからのスピルオーバー電波を区域外再放送する形で沖縄ケーブルネットワークのテレビに来 i n にて2020年1月2日と3日に実施する第96回箱根駅伝の生放送が決定した。これにより一部エリアには限定されるが沖縄県でも箱根駅伝の地上波放送が開始された。第90回からは 予選会についても地上派で生中継されている。ラジオでの中継はテレビでの中継よりも古くから行われ、複数の放送局が中継を行っている。以下に制作局の体制や概要について記述する。ラジオ中継の実況用の映像は、日本テレビが制作、テレビ放送用とは別に各局に送っている。NHK 制作 NHK 第一放送で放送。 ただし、毎正時の前後には、NHK ニュース放送のため数分程度中継が中断し、特に正午のニュースを優先するため春夏の高校野球中継と同様に正午前から20分ほど中継を中断する。基本は、ラジオセンター130にスタジオ内のブースに置かれているモニターに映し出される日本テレビの映像を見ながら実況を行うが、 中継車を出しており、3位走行中の選手前後に着く。また、各拠点にアナウンサーを配置し、電話リポートで臨場感のある実況中継を行う。コースに、ラジオ中継車が、テレビ取材用報道カメラ車日本テレビのテレビ中継車などに混じり、選手の動向を追っている。なお、テレビ取材用報道カメラ車は、日本テレビの移動1号車の後に着く。 なお、NHK ワールドラジオ日本では、第88回までは放送権上の制約及び、電波運用面の都合上、12時台の中断ニュースを除いて、同時放送されず、当該時間帯は、FM 放送の方角関連の年始特集番組や、定時番組及び、地上デジタルラジオ実用化試験放送の音楽番組を中心に別番組へ差し替えていたが、 第89回からは、全編同時放送をしている。鹿児島県や福島県などでは、長らく NHK 版しか放送しなかった。文化放送制作、文化放送では、文化放送新春スポーツスペシャル第会、回、箱根駅伝実況中継として中継。第70回大会から完全実況制中継となった。2019年現在、文化放送では、出雲駅伝、 全日本大学駅伝も中継しており、三大駅伝のすべてをラジオ中継している。原則として NRN 加盟局で放送。ただしネット局は基本的に8、30.9、00から中継を開始し、さらに一部のつぼねでは別番組を放送するため、中継が長時間中断する飛び乗りなど。ただし近年は、 長時間中継を中断するつぼねは見られない。また、文化放送以外のネット局では、曲名がつかない、新春スポーツスペシャル第1回、箱根駅伝実況中継に開題して放送しており、CM 明けのジングルも文化放送から、裏送りした上で差し替えている。なお、8時以前と14時以降は、文化放送のみのローカル放送となるため、この間は、実況アナウンサーからも、 文化放送新春スポーツスペシャルと読み上げられる。中継者を出していないため、メイン実況のアナウンサーは、スタジオで日本テレビの映像を見ながら実況。同局の中継とは別に、大学生時代に箱根駅伝で目覚ましい活躍を見せた人物を、オーロ、袋共通のメイン解説者や、オーロ、 袋のいずれかを担当するゲスト解説者に迎えている。ちなみに2020年まではセンター実況の担当者と解説人が放送センターで同席。新型コロナウイルスへの感染が拡大している状況で駅伝が開催された2021年には現役の社会人ランナーから招聘するゲスト解説者のみ放送センターとは別の場所から リモート方式で中継に出演している。また、放送センターとは別のスタジオを、情報センターという名称で使用。記録、タイムを伝える、アナウンサー1名、中継所通過時点での順位速報や、区間の奏者の氏名、大学名を伝える女性アナウンサー1名、提供クレジットの読み上げや、途中飛び乗り飛び降りネット局向けの案内を担当する、アナウンサー1名を入れている。 順位速報担当の女性アナウンサーは2018年までツイッター上の公式アカウントに寄せられた大会中継関連のツイートの一部も読み上げていた2019年からはツイートに代わって応援に一口メモを紹介している番組の途中ではニュース、天気予報、交通情報、さらには首都圏の鉄道情報も挿入される 11時台後半のニュース、天気予報、交通情報はネット局でもそのまま放送される。そのため、通常の文化放送ニュースや文化放送交通情報、文化放送天気予報のジングルは使用しない上、全国のニュース、首都圏の交通情報、天気予報といった表現に改め、ジングルは箱根八里に変更してネット局に配慮している。なお、 ネット局は9時58分、10時58分、12時58分から、それぞれ5分間中継を中断し、各ネット局から、ニュースや天気予報、交通情報を放送する。また、情報センターからの記録の読み上げや、中継所、拠点からのリポート、応援一口メモの直前にはジングルを鳴らし分けている。実況については、 放送事業局報道スポーツセンター所属のスポーツアナウンサーを総動員。オーロ、袋とも全ての中継所得管内の一部拠点にアナウンサーやリポーターを配置しているため、センター実況と情報センターを担当しないスポーツアナウンサー、情報センターを担当しない制作部所属のアナウンサー、文化放送の元アナウンサー、フリーアナウンサーで分担している。 過去には、朝日放送のスポーツアナウンサーにも、中継所の一部で実況を任せた時期があった。以下は2020年のネット局。ただし、テレビラジオのネットワークの関係から、テレビで放送される放送局とは異なる場合もある。ラジオ日本制作 RF ラジオ日本は、日本テレビグループで、コースに当たる神奈川県を、放送対象地域とする、ラジオ局。 いわゆる独立局であるが、文化放送と放送対象地域が重複する北、関東の NRN 加盟局、ラジオ日本とは提携関係がある、兵庫県のラジオ、関西や一部のコミュニティ FM 局でも放送。エリア内ということで極め細かく交通情報を流すのが特徴。文化放送の制作版と同様に、自前で中継車を走らせていないため、アナウンサーは、 基本として、日本テレビの映像を見ながら実況。ただし、スタートゴール地点と、各中継所には、リポーターを独自に配置している。ちなみに、2008年から2020年まで、文化放送の契約アナウンサーとして、同局制作分の中継で、センター実況などを担当してきた、牧島の彦ひは、2021年から、ラジオ日本制作分の中継でリポーターを務める。 ネット局は以下の通り関連番組として毎年12月1日から25日までタスキでつなぐ青春の200キロ箱根駅伝への道を20時45分から21時まで放送する3曲ともインターネットラジオを通じて配信しているなお BBQR および Ustream は国内は元より海外でも聴取可能であったまた これとは別に2014年大会ではニコニコ生放送でも配信されている。ただしこちらは大会の映像を配信するものではなく年末年始ぶっ通し78時間全局テレビ実況の一環として配信されたコメンテーターに徳本和義。現在陸上競技を取り扱う専門雑誌はベースボールマガジン社の 陸上競技マガジンと陸上競技者の月間陸上競技の2種類がある。このうち前者が上記の問題を比較的多く取り上げるのに対して後者は箱根駅伝そのものは予想なども専門的であるが一連の問題は取り扱うもののあまり深いところまでは書かない傾向にある。これは後者が箱根駅伝を主催する関東学連ともつながりが深く 大会協力として、党大会に参加しているためでもある。ただ、月間陸上競技の編集長はたびたび、留学生制度に対して、苦言を呈していることもある。なお、箱根駅伝の観戦ガイドブックは、上記2種の増刊号として発売されているほか、共催者である、読売新聞社、講演者である、放置新聞社からも発売されている。ありがとうございます。